それは期待値以上でしたね。はい、ちゃんとこう1対1で課題に対して時間を作ってお話しできる時間があるというのがですね、非常にメリットがあって、まあ、他のイベントと違うかなというところは感じております。今後のビジネスにつながっていきそうかなというふうに考えております。これまでお会いしたことがなかったいろんな会社さんの情報役員の方ですとかいろんな方とお話しできまして、でそういう意味では個人的な知見が広がりましたし、情報交換もできてよかったと思います。もちろんフォーマルな時間というのも非常に有意義ですし、あとインフォーマル のランチをしながらやっぱり本当にざっくばらんな会話ができるというのは非常に貴重だと思います。お昼とか夜とか その、まあ、同じシステム部長との交流、これが結構関西にいてますので東京の方もおられるので結構そういう意味での情報交流ができました。ある意味我々は従来仕事の場でこうお付き合いしている例えば SI さんとかベンダーさんとかそれから一般の企業の方とは違うちょっとフレームワークになっているので、それが非常に有効かなと思いまして、で逆に我々今会社でいろんなセミナー IT なんかもやってるんですけど、それって同業の中にはあまりヒントがなくてですね、やっぱり違う異業種であったりそういうところからのヒントって非常に大きいんで、そのこういう会合は非常に有益だと僕は思ってますね。